どうもこんにちは、シャンクです。本日はですね、今日から始まりましたイベントと、あとキャンペーン、それとあとまあ語符ですね、追加で新しく追加されて語符についてちょっと、お話をしていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。まずキャンペーンなんですけれども、31日本日ですね、15時から9月の6日まで、ですね、こちらの方で、風属性の遺跡のドロップが2倍になるキャンペーンが実施されております。で6日からですね、6日から12日まで、こちらの方でミドガルゾルムの試練ですね、こちらの方のドロップ2倍が、来ますので、この機にちょっとね風属性のキャラを強化して頑張っていこうかなと思っております。であとは9月1日からね9月8日までスタミナの回復速度が2倍になりますということで、この機にねちょっとねいろいろとね回っていきたいかなと思います。スタミナ2倍ね、ちゃんとちょっと活かしていきたいかなと思っております。こちらがね一応キャンペーンのご紹介でございました。はい、続きましてね、イベントの方の、復刻春節のイベントなんですけれども、こちらの方なんですが、一応ね、新要素で新難易度で、ヘルの方が実装されております。こちらのヘルは、バルファレールですね、こちらの方の、上級をクリアしていたら EX 出るんですけれども、この EX をクリアすることで、ヘルに挑戦できるようになっております。でドロップはね上級と変わらないみたいなんで、毎日1回ねヘル、報酬ですね、こちらの方のこのチャレンジ報酬ですね、こちらの方を忘れずに、やっておきましょうといった感じですね。はい、続きましてね、龍騎の語符の交換所、こちらの方にね新しく2枚ほど、語符の方が追加されております。一つはね星5 の、 あの探検語符ですね、いわゆるあの職業あの武器種語符の一つですね、探検であれば、ね、スキルダメージが 40% アップで疾風怒涛攻撃 15% アップがついておりますので、15ヒット以上で攻撃力が 15% アップしますよと。で疾風怒涛というと、まあ、天才のひらめきが挙げられるんですけれども、こちらの方はね、まあ、これだけなので一応まあ 20% 上がるんですけれども、非常にね破格な語符、になってるんじゃないかと思いますのでね、結構今までね武器種語符では結構そのニアビの方がね不遇な語符が結構あったんですけれども、まあ、これは本当に探検に合った内容になってるんじゃないかなと思いますのでね、探検好きの方はぜひぜひちょっと交換してみてはいかがでしょうか。であと、吹き荒れる暴風ですね、クリームにですね、はい、すいません、こちらの方がですね、硫化中のダメージアップ、硫化中のダメージが、倍率が 10% アップしますよということと、あとそう装備キャラが風属性であれば、クリティカルダメージが 15% アップしますよというような感じになっておりまして、硫化中のダメージアップの語符といえば花嫁語符が挙げられるんですけれども、こちらの方はね開幕硫化ゲージ 10% がついておりますの で、 で硫化中のダメージも 18% アップしますので、まあ、その辺がね、もうこの花嫁はドラゴンと一緒には、まあ、まあ装備してもマックスが 18% なので、まあ、その分ちょっと使い分けになるかなっていう感じの語符なんですけれども、まあ、それでもね、回心力を 15% アップついておりますので、まあ、今回のやれるイベントとかは結構重宝するかなというようなイメージになっております。はい、という感じでね、今回ちょっとキャンペーンとレイドイベント、こちらの方とあと、龍騎の語符のラインナップですね、こちらの方のご紹介でございました。ね、レイドイベント復刻ではありますけれども結構石ももらえますのでね、あと輝きとか、ガチャチケとかねもらいますので、あとミッションですね、すいません、期間限定ミッションの方で、10連ガチャチケット、もらえるようになっておりますので、ぜひぜひねちょっとね頑張っていただきたいなと思います。というわけで、この動画がどなたかのご参考になれば幸いかと思います。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。シャンクでした。